皆さんおはようございます。ベンジマンサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は3年生常用漢字の送迎の送、送るですね、説明をしていきます。まず心尿の文字は中心が捉えづらいので、中心をまず確かめてもらいます。そうですね、このライン、一画目の斜めに書いた線の真ん中あたりがちょうど中心に来ますね。いいでしょうか。で、点をまず少し低い位置から斜めに寝かせて打っていきます。で、今書いた点よりも少し頭高い位置、一度斜めに押さえてふっくら滑らかに次に向かっていきます。はい、直線的にいかないようにしてくださいね。で、続いて直線右上がりの少し短い線ですね。はい、で、さっき書いた点よりは少し中心を余計に超えてますね。少しだけ左側行っております。で、さらに次中心を超えてふっくら右上がりですね。そこまでふっくらは強調しておりません。だいたい平行になるように右上がりで引いてってくださいね。で、上にくっつけて一度押さえてのの字、最初は開くの我慢してくださいね。最初は斜めに押さえてまっすぐ行って、横線を通過したぐらいからギュッとのの字書いていきます。ここ心尿を超えないように、払いすぎないようにしてくださいね。はい、なので さっき書いたこの横線とラインが同じか少し控えめぐらいですね。はい、そんな感じです。で、ここ少し、まあこれも好みですが、少し隙間を空けて押さえです。足の高さは今書いたやつと同じぐらい、同じ高さですね。はい、で、続いて心尿の最初の点、頭揃えてください。いいですかね、こっちの高い方の頭と高さ揃えてぐーっと反らせるように右肩下がりで押さえて次に向かって跳ねる。で、ここすっごいスペース空いてますね。はい、心尿ここスペース空けた方がかっこいいと思います。で、真ん中あたりですね、上下間の真ん中から直線右上がり、だいぶきついですね、角度。こっちと比べるとだいぶきついです。きつく上がって、さっき書いた点と、ここの赤ライン揃えてもらって、右ライン揃えてもらって、ぐーっと、ひらがなの死のようにぐーっと降りていってもらって、こちらの角は少し右側に出ますね。いいでしょうか。少しだけ右側に行きます。で、くっと、戻してもらう。で、こちら少し低いところから上がってですね、この始まりは上と合わせないようにしてください。はい、少し右側ですね、一度上に上がって今書いたこの線をかすって、で、こちらもかするぐらい、もうこれはまあくっついちゃっていいですね。こちらもかすって坂道降りていって、最後少し角度右上がりしてください。ここの勾配の感じ、ここの隙間、はい、ここくっつく感じ、こんな感じですね。真似して書いてみてくださいね。はい、結構練習が必要だと思いますね。でも一回コツをつかんじゃえば心尿はだいたいかっこよくなりますので、あと中心ですね、中心を捉えるのが少し難しいですが、では書いていきます。少し低い位置、右上がり、ふっくら右上がり、ずっと押さえる、ぐーっと反らせるように、はい、こんな感じ。もう一度いきます。こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。